今日のコメント、サトシ勝利しましたね。ハルカプタン考察当たりましたね。ポケモンチャンネルやっててよかった。どうもハルカプタンです。皆さん昨日のアリポケは見ましたか？ついにサトシがダンデに勝ち、世界最強のトレーナーになりましたね。そこで今回はダンデ VS サトシ戦決着の感想と今後の考察ポイントについて話していこうと思います。手は関係ないけど今アリポケ終了後なんだけど泣いてますというわけでよかったら最後まで聞いててください。ダンデ VS サトシ戦決着の感想と今後の考察ポイントは、まずはサトシくん、ダンデに見事勝利し世界王者になり本当におめでとう。いや僕復帰した時からずっとサトシが勝つって考察してきて、周りがサトシ負けるかもって言っててもそれでもサトシが勝つと言い続けたから本当に嬉しかった。サトシを信じて本当に良かったよ。というわけで昨日の回を振り返っていきましょう。まずは前回の急に怪獣にやってきた無限ダイラ、この無限ダイラが何をしでかすか心配でしたが、ここの考察もドンピシャで当てていました。やっぱり無限ダイラはZ バズと巨大マックスの衝突で起こった膨大なエネルギーを何とかするために来ただけでしたね。ここはずっとブラフラと思っていたので当たってよかったです。あとは剣盾のラスボスが最後ガラル地方を守る姿をアリポケで描いてくれたのは良かったし、何より無限ダイラがかっこよく見えましたよね。そして再び戦いに戻ります。無限ダイラの影響でなんとお互いダイマックスをまた1回ずつ使えるようになったということで、ダンデはリザードを戻しエースバーンを出します。ここは僕の予想通りですね。しかし今度はエースバーンが巨大マックス、いやーここは予想できませんでした。まあ確かに公式が配っていたアニポケの号外新聞のエースバーンの紹介文でまだ隠された力があるというようなことを書いてあったんですよね。まさかもう一度ダイマックスを切りエースバーンまでもが巨大マックス個体だとは思いませんでした。そしてなんとピカチュウのまさかの巨大マックス、巨大バンライと巨大火球のぶつかり合いで見事ピカチュウがエースバーンを破ります。初手では一方的にやられていましたが、ここで借りを返してすっきりしましたね。その後はついに最終決着、神作がなったエースピカチュウ VS リザードン対決。攻防の末ピカチュウが一度戦闘不能になりかけます。そのまま倒れてしまうのか、そんな時にサトシと出会った時の声、そして25年で出会ったサトシのポケモンたちがピカチュウに呼びかけるシーンが入ったんですが、あれはもう涙出ましたね。途中でいなくなったピジョットやラプラス、アーゴンなどもいて、ここもやばかったです。またそこで新たにカスミ、タケシ、デント、パンジ、ルチア、そしてなんとマサト、ハルカ、セレナまで再登場しバトルを見守っていましたね。みんな言ったでしょ、セレナは絶対出るって。個人的にはハルカとマサトがいたのも感動しましたけどね。おそらく声優さんの都合で声はありませんでしたが、もうこのメンツが出た時点で最高すぎました。そして戦いに戻りピカチュウがなんとか立ち上がり覚醒します。ここも目指せポケモンマスター流れたし、作画もやばくてマジで感動しっぱなしでした。そして最後はフレアドライブとボルテッカーにしか見えないダイモンジと10万ボルトのぶつかり合いでピカチュウが勝利、サトシが見事世界一のチャンピオンとして君臨しました。ずっとサトシが勝利すると思って動画にしてきましたが、グラフも織り交ぜていたので本当に内心ヒヤヒヤしながら見ていました。本当に改めてサトシおめでとうございます。で今後の考察ポイントとしては、やっぱりサトシが主人公を続けるのか降板なのかです。これにつきましては徹底考察を最近していて、細かくはこちらの動画を見ていただきたいんですが、結論僕はサトシは継続すると思っていて、さらに新しい根拠を掴んできましたので、明日はそちらの動画を投稿します。みんなの昨日の感想をぜひコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じでダンデ VS サトシ戦決着後の感想と今後の考察ポイントについてでした。ちょっとでもこの下チャンネル登録やすしこよこさんよろしくお願いします。では次の動画でせーのグッティー。